さあ行くよ、その新しい。さあ、じゃあとりあえず、すぐそこの集落までお願いします。よく眠れたかい？砂漠は危険だ。気をつけるんだよ。おし、これでもう、あれでしょう。起きたでしょう。ティクルちゃん。んと、あ、これであれか。あの場所にいらっしゃるのね。印の位置が変わった。いたいたいた。あ、外国のお姉ちゃん、サバーク。あのね、知らないお姉ちゃんがゴミ掃除を手伝ってくれてね。水場がすっかり元通りになったんだ。お姉ちゃんがゴミのことをお話してくれたんでしょ？サークサーク。あ、そういえばお掃除のお姉ちゃんからひんやりメロンもらったんだ。お姉ちゃんにもあげるね。ティクルのこと心配してくれたお礼だよ。ひんやりメロンこの子にあげたんやね。そうそう、お掃除のお姉ちゃんからイチゴももらったんだ。だからね、それを植えてね。ティクルの畑をイチゴ畑にすることにしたんだ。お姉ちゃんならいつでも食べに来ていいよ。楽しみにしててね。え、イチゴまであげたんや。じゃあ今度からここにイチゴができるようになるんかな。ティックルのティックルのイチゴちゃん、早く入ってこないかな。いいねいいね。これであのお姉さんも食べ放題じゃない？イチゴこの辺では育ってないって言ったもんね。さあ、でここら辺とかいっぱい悩み事ありそうやけど大丈夫？ないのねないのね。レイの噂。そう、例の場所の合言葉って何やったっけ？やっぱり祠的な？盗み聞きとかのレベルじゃないけんね。目の前に立っとるけんね。わからねえ。話してくれないのね、そこ。あ、ここにおるやん。ひんやりメロンのお姉さんやろ。ほら。いやあ、あんたには世話になったね。あの後ゴミだらけの水場と泣いているバイを見て、私も心を入れ替えたんだ。もうゴミのポイ捨てはやめるよ。ゴミ、まだあるけど。いちいちゴミ箱に捨てるのって面倒だしさ、まとめて後で捨てるよ。はあ、なるほどね。何その顔。ポイ捨てはやめたし、これだってちゃんとしてるからいいじゃない。開き直り。高いところからみんなを見下ろしながら食べるひんやりメロンもよかったけど、こうやって通りを往来する人を見ながら食べるのもなかなかいいもんだね。イチゴは？あのイチゴは迷惑かけたお礼に、あの小さなバイにあげたんだ。憧れだったイチゴを食べられただけでも大満足だし、後悔はないよ。それにやっぱり私はひんやりメロンが好きみたい。果物屋さんに売ってたからまた買っちゃった。買い足したんやね。めっちゃここ火当たっとるけど熱くないんかな。ひんやりメロンの食べかすとかなんか、腐りそう。ここなんもないんかな。通り抜けもできない。普通に誰かの家かな。さあ、でもまだまだ、そう、ドリアンなんよね。マックスドリアンやったっけ。それが欲しいんやけど、誰か他に悩み事のある人はいらっしゃいません？なんでもやみたいな感じやけど私。いらっしゃいません？いないっぽいね。ん？もうあれだけかな？あ、そうそう。ちょっと女神像に。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。その克服の証を器と引き換えに、望みの力を与えましょう。じゃあ、頑張りの器を増やしてください。よし。あとこれで2個手に入ったら、次はハートの器やね。これで頑張りゲージがまた増えるよ。イエーイ、頑張りの器ゲットー。増えた増えた。お行きなさい。このハイラルに安寧を。さあ、これで、もう一回ちょっと、どこやった？これ？あれ？これか。ハワカイの祠へ。ワープ。ほい、来たハワカイの祠。とりあえず、
バレたっちゃん、すぐそこにおったよね、確か。そのあたりに、あ、おったおった。わざわざそんな火の手っ取るところにおらんでもね、化石のすぐ近くにいろよ。あのさ、マックスドリアのレシピ教えてくれる？ああ、天使様。私を天国に連れて行く前に、ドリアンを、マックスドリアンを一口だけでも。だからマックスドリアンの作り方を教えろよ。なんだ、結局わかんねえじゃねえか。マックスドリアン、マックストリュフと関係あるんかな、ないんかな。マックス人参とか。あったっけ。やっぱあれかな、レシピとかじゃなくって、レシピとかじゃなくって、普通に素材としてあるってことかな。マックス人参、マックスラディッシュみたいな感じで。どこになっとんやろ、それ。その情報をちょっといただきたいんやけど。マックスドリアン、砂漠になっとんかな。ごめんね、ちょっと。一応バレッタちゃんは見つけたんだけどさ、わかんねえや。ちょっとこの上になんかありそうな気が。何気にね、化石の上が気になるけん。絶対なんかあると思うやけど。どうすか？ほっ、て、へい。どう？なんもないの？まさかのなんもないの？絶対あると思ったのに、コログとかさ、また言うけど。コログとかさ、コログしか言ってないけど。ないね、なんも。ごめんね、なんかめっちゃ埋まったけど。ダメだな。特になんもないんだな、ここは。マックスドリアン。あ、めっちゃ砂ぼこりに。だってかさっきその辺に砂ざらしおったよね。あ、おったおった。ちょ、砂ざらし、砂ざらし。ちょっとね、その辺の集落を、かわいい。集落を制覇しに行こうかなと。よし。さあ、砂ざらしや。来い！おっしゃ、オッケー。もう手慣れたね。さあ行くよ、砂ざらし。さあ、じゃあとりあえず、すぐそこの集落までお願いします。行け、行け。よし。へい、来た。とりあえず、弓矢を持ってる奴らを先に叩こう。ちょ、待って、上がりたいから。呼んでんじゃねえよ。へい。まだやっつけれてない。あと1、2発？オッケー。イエーイ。さあ、次はお前か。待って、あー！なんかめっちゃ来た、めっちゃ来た。トゲモリブリンバットが壊れた。ちょ、待ってね、ちょ、待ってね。あ！ミファーの祈りが使われた一回。武器、武器。とりあえず、龍骨モリブリンバットで。ちょ、待ってって。お前、撃ってんじゃねえぞ。さあ、やっつけたね。まだなんか電気系のもので狙ってくるやつがおるんか？おお、ほらほら、飛んできよる。あいつか。危ない。よし。こいつ、こいつ。待って、怖い、槍が。へい。さあ、どうやっつけたね。そして、あいつだ。呼ぶな、呼ぶな。とりあえず上から。お、一発か。よっしゃー。で、龍骨モリブリンバットが壊れたよ。さあ、これであとは、お前らだ。さあ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 、投げ払う。もう雷系のやつおらんけん。おー、待って。体力が危険やぞ。あ、そっか、セットボーナスで厚さがあるのよね、この服は。じゃあ、一個だけ来たったとしても意味ないんや。ふん。いやー、おー、待って待って待って、一気に。一気にやられるよ。カチコチクシヤキノコとか、ね、ちょっと、
こうギャップ。さあ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 。あー、騎士の剣が折れた。ちょっと待ってね。すげえ躍動感で止まっとるけど。ゲルドの両手剣。みんな素早い。威力高いよ、これ。威嚇してくるんじゃねえよ。あいつらみんな槍使うけんね。よし。とりあえず、防御はめっちゃアップしてるから大丈夫。どうよ、まだか。うお、すげえドアップ。めっちゃドアップ。うお、その武器を捨てろ。槍系はダメだ。リーチ長いし、素早いし。よいしょ、OK。あとはお前だ。へい。横から。まだか。くそー。よっしょ、まだか。待って待って、拾うな。おっしゃ、来たー。さあ、制覇やで。久々の制覇やで。ふぅ、一回もゲームオーバーにならんかった。よかった。さっき氏の弓ゲットで、あとちょっとこの辺の素材を集めていっとくよ。ん？牛骨モリブリン槍。戦い慣れたモリブリンが愛用する槍。硬い化石の骨が穂先にいくつも使われている。骨にある棘が一つの威力を高くしている。ふんふん。じゃ、とりあえずこっち使っとくね。あ、もう弓ポーチいっぱいか。やっぱポクリンがまだでかくしてくれてないから。ポーチを。弓ポーチを。さあ、この辺の取れそうなものとりあえず全部取ってくよ。あ、これ強いんじゃない？竜骨モリブリンバット。ってことは、竜骨、こっちじゃなくてこれか。まあ、槍いらんかな。うんうん、十分強い。オッケー、こっちにしといた方がいいよね。まあ、ちょっと、遅さはあるけど。さあ、こんな感じで回収、回収。もうなんもないかな。ないっぽいね。ないっぽいね。ってことで、さあ、のんびりと宝物をいただきますよ。よし。お！すげえ！武器だったよ！雷電の体験。大昔のハイラル王権に仕えた鍛冶職人がハイラル宮殿の落雷を用いて鍛錬したと言われる。え、すげえ。これ以上ポーチに入らねえ。ちょっと待って。これはもう明らかに、竜骨ボココンボなんて持ってる場合じゃねえ。さあ。雷電の体験、やったねー。普通にさ、何砲玉とかをさ、守っとんかと思ったら、武器だったわ。やったね。嬉しい、嬉しい。あ、って、そうそう。あそこの上にそういえば塔があるんよね。あっこの塔をちょっと目指していこうか。と思うから、ちょっとそこの砂ざらし合い。ちょっとなんか黄昏れてる砂ざらし合い。よし。さ、乗ってくよ。違うんだ、そっちじゃないんだ。こっちこっち、おいでおいで。はいよー。まあ、マックスドリアンはまたね、手に入れたり、作るんなら作り方が分かったりしたら作ろうと思います。そのうちなんか出てくるさ、多分。あ、ここもなんかあれやけど、どう？宝物とか置いてる。よし、ちょっと倒してくるわ。ちょっくら倒してくるわ。へいへい。あ、ここモリブリンとかおるとこか。くそー。お前、弓矢で撃ってきてるな。あー、すげえダメージ受けた。やべえ。果実のキノコ和え。キノコ和えに果実入れんじゃねえよ。よし。へいへいへい。モリブリンでか。竜骨ボココンゴが壊れたー。さあ、ここで、竜骨モリブリンバット。さあ、よし。まだ防御アップしたままだからね、私。まださ、どっか弓使ってるやついるよね。そいつを先にやっつけといた方が多分いいんだけど、体力が。しかもなんか超寒そう。
弱そう。さあこれでなんだ、ドイツが弓使ってんだか全くわかんねえや。ちょ、振り回しすぎでしょ。おーやべえ。あ、妖精よかった、取っといて。めっちゃ燃えてんだけど。やばいやばい、燃えてるってその武器。ちょ、待って待って、お前か、お前か弓。めっちゃ樽投げてくるんだけど。めっちゃ樽投げてきやがる。何、素手で戦ってるからって樽ずるいから。あ、でももう爆発する樽はもう終わったんかな。あー、ちょっと怖いって怖いって、燃える燃えるって、やめろよ、燃やすのやめろよ。へへへへい、オッケー。お前も弓かよ。待て、危ない、体力がくそ。へい、牛骨モリブリンバットが壊れそう。また燃えるやつ拾ってるし、あいつ。あ、防御のやつがなくなったよね。妖精出てきた。またしても、しかも燃えてるし、くそー。待て待て待て、調子に乗って。ちょっと待って、きついな。2連続集落来たらちょっときついかな。こいつだいぶ、あ、やっぱりやっぱり、燃えてんだって私。ちょっとやばいんですけど、いける？とりあえずその燃えてる武器は拾わないでください。さあゲルドの両手剣拾うなっつーの。なになになに、モリブリンやっつけたよね。ね、まだどっか、あいつあんなところから狙ってきてたのか。ちょ待って、何遠くから狙ってんだ。へい、おっしゃ、オッケー、制覇。ふぅ。鋼鉄リザルボー。リザルフォスの中でも弓の扱いに長ける、個体のみが持つ弓。ふんふんふん、すごいすごい。しかし拾えねえ。しかし拾えねえ。でもこれ強そうやけん、拾っといた方がいいかなって思うんやけど。違う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 。間違えた。この辺のゲルドの、違う違う違う、ゲルドの弓とかこれいらんね。そして鋼鉄リザルボ、オッケー。あ、宝箱置いとったね、そこに。なんもないんかと思った一瞬。超燃えてるあれ。超燃えてるあれ。一応拾っといた。ちょっと燃えとったけど一応ね。一応拾えるものは拾っておく。この盾とかはもう拾えんのか。オッケー。武器ももう拾えないかな。多分この辺の箱の中とかもさ、壊したらなんか入っとると思うんやけど。木の矢もいっぱい拾ってくよ。さあ、これは守っていたであろう宝箱。さあ、中身は？サファイア。ここは普通に宝玉系なよね。じゃ、この辺ちょっと。あ、木の矢。ささっとった、ささっとった。ヘイ、爆破。で、この辺壊したら？中身、ヤシの実。え、以上？え、以上なの？あ、待って、この、タルト木の箱。おー、チュチュ出てきたー。一発やけどね。チュチュゼリーゲットー。さ、このぐらいかな？こんなもんか。うん。だね。よし。んーじゃあ、お、木の矢か？だね。オッケーオッケー。じゃあ、これで、あとは、もうあっちまでワープで行こっか。そうよね、別に砂ざらしで行く必要なくね。なんかいつもね、なぜか砂ざらしを使ってしまうよね。その辺砂ざらしおったりする？とりあえず、あの塔に行きたいけん、荒野の塔。ここに行けばいいんか？オッケーオッケー。あれ？小屋の塔行けんやん。地の妖の祠、こっちかな？小屋の塔、クリアできてないんか見ただけで。ほい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、
再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。